マーカス・キーフ、本名キース・スチュワート・マクミランは、イギリスの写真家、グラフィックデザイナー、映像ディレクター。1970年代、ヒプノシスや、ロジャー・ディーンと並び、印象的なカバーアートを手掛けたデザイナーの一人。後年は、映像の分野に転向している。写真家として、 活動を始め、1969年にフィリップスレコードが立ち上げた新興のサブレーベル、バーティゴより、コロシアムのアルバム、バレンタイン組曲から、カバーアートの提供を開始する。1960年代後半のアルバムアートは、サイケデリックミュージックに影響された、幻覚的デザインが流行していたのもあり、キーフが表現した大敗とも陰鬱とも取れる。 神秘的フォトグラフは一線を隠していた。そのため商業的な判断で、差し替えや逆に、新採用されたケースがあり、USA 版と UK 版の一部で差異が生じている。その他に、バーティゴ参加の、ネペンサや、RCA レコード参加、ネオンといった、一色のレーベルも担当したため、プログレッシブロック系や、マイナーアーティストの作品が多かった。本人は、 使用された素材は、ノンクレジットも含めると、1000枚以上は手掛けたと答えている。1978年に、ケイト・ブッシュのデビュー曲、嵐が丘のビデオクリップを依頼されたことが、きっかけとなり、映像ディレクターに転向同年5月、映像制作会社、キフカンパニーを設立し、キス、ポール・マッカートニー、シンプル・マインズ、ブロンディ、ステータス・クオー、 カルチャークラブ等のプロモーションビデオを手掛けている。1980年代以降は、テレビ業界にも進出し、a t b チャンネル、ザチャートショーなどいくつかの放送媒体を開始。2002年には、ケーブルテレビ、衛星放送会社、CSC メディアグループを設立し、会長職も務めた。ブラックサバス、黒い暗息日の撮影場所。 エー・オックスフォード・シャー州メープル・ダーラム村の水車小屋2020年2月には、自身の評価を高めたブラック・サバスのデビューアルバム、黒い暗息日、発売50周年を記念して、カバーアートのモデルとなったルイーザ・リビングストンと共に、回想コメントを寄せている。作風は主に神秘、大敗、陰鬱などを含んだシュールな写真であり、以下のような特徴が挙げられる。 アイウェオ淳会社名義以外の本人が映像ディレクターを担当した作品のみ。アイウェオ淳、ありがとうございます。